ドニャパス号は、フィリピンの国内航路に就航していた、過客船で船跡については不詳である。1987年12月20日の夜、フィリピンのミンドロ島、パナイ島間のタブラス海峡にて、小型タンカーベクター号と衝突。ベクター号の積み荷であるガソリンに火がつき、大火災となって、両船ともに沈没した。死者は交渉で1575名。 海運会社の発表で4375名の死者を出したことで名をとどめる。フィリピン国内の航路については、乗船名簿の記述が徹底されていないなどの事情により、事故時の正確な乗客数は把握しきれない。仮に、後者の死者数が正確であれば、平時における史上最悪の海難事故となる。生存者は、ドニャパス号の乗客22人と、 ベクター号の乗組員二人のみだった。ドニャッパス号元々の船体は、1963年4月25日に、尾道造船で建造され、日本の琉球海運で、鹿児島港那覇港、東京那覇航路で活躍していた姫百ゆり丸であった。これが1975年に、フィリピンの船会社に転売された後、1979年6月5日に、 火災に相配棄処分の浮き目にあった。しかし、フィリピン国内の船不足から改造を施す会社が現れ、1981年にドニャッパス号として再起した。再起にあたっては、船体上部に大幅に客室が加わるなど、元の面影が全くなくなるほどの重改造が加えられていたという。交渉では2640トンとされているが、疑問を挟む余地はある。 悪天候の中、定員をはるかに上回る乗客と貨物を満載していたドニャッパス号は、レーテ島のタクロバンからマニラへ向かう途中、午後10時頃に、ベクター号と衝突、火災となった。ほぼ瞬時の出来事であったらしく、双方ともに、全く救難信号を発していない。ドニャッパス号の乗客の多さに加え、ベクター号が1000トンものガソリンを積載しており、 これに引火したことが第三次の最大の原因となった。漏れ出したガソリンによって周囲の海面が一気に炎上し海に飛び込んだ人々を炎が飲み込んでいく地獄のような光景だったと言われる。またこの船には故郷に帰省するフィリピン軍の兵士が千人余り乗っていたが助かったのはわずか一名であった。衝突の原因は主要な乗り組員が全員死亡したため不明。 しかし、状況証拠から、改造や化石祭により、機動性に欠けるドニャパス号側の操船ミスではないかと考えられている。また、船長を含む乗組員がブリッジでパーティーを行っていたという生存者の証言もある。ただし、ベクター号も船長は二等航海士で、機関長は無資格というように適切なライセンスを持った人物がおらず、 フィリピン国内を航行する際に必要な許可を取っていないなどの問題もあった。事故後、スルピシオ社は乗客1人当たり400ベイドルの賠償金を支払ったが、乗客名簿に載っていない被害者については保証の対象外とされた。ドニャッパス号の残骸は2019年4月13日に探査船ペトレルによって発見され、12月19日に映像が公開された。 ドニャパス号の残骸は500メートルの海底に直立した状態で発見され、ベクター号の残骸も2200メートル離れた海底で発見された。これら2隻の状態は良好である。死者4300人史上最悪の海難事故の沈没船を発見フィリピン海域 NHK ハットシュローサーカートポールアレニエスリサーチベッセルサーベイズ歴史オブ アジア S タイタニック1987フェリーシンキングキルド4 3 0 0ギークワイヤー、h t t p s www.geekwire.com2019 ポール・アロンズ・リサーチ・ベッセルサーベイズ・レキッチエージャズ・タイタニック -1987 フェリーシンキングキルド -43002020 年2月11日閲覧 ドニャッパス号火災沈没事故に関するカテゴリー。ありがとうございます。